になりました。いけないですね。いけないセーブどんどん、なんだろう、今回も私の妄想をちょっと入れていただいて、そう、なんだろう、先生と生徒のちょっと いけない恋愛みたいな感じになってます。プール入ったんですけど、プールが外にあるんですね。外にあって、電車の目の前がプールで、電車の乗っている人に見られたのが恥ずかしかったです。あ、樽の中に入りました。初めて樽の中に今回入らせていただきます。普通入らないんですけど、そう、制服シーンもあって、そうですね、うん、可愛らしさとちょっと大人っぽい私が両方楽しめる作品になってます。なんだろう、見てほしいシーンは、今回盗撮されてるっていう体で撮ったんですよ。そこちょっと一番みんな頑張って撮ったので、そこを見てほしいなって思います。なんだろう、ここら辺アップしてるとき、ここら辺アップしてるとき、ちょっとここら辺ですか、ここら辺ここら辺アップしてるとき、ちょっと恥ずかしいので、ちょっとだけ早送りするといいかなって思います。皆さんこんにちは、松下莉緒です。今回3枚目の DVD が発売されたんですけど、私の20歳の初めての作品になります。20歳っていうことなので、大人な私とちょっと子供っぽい私が両方楽しめる作品になってますので、皆さんぜひご覧になってください。